久保さん、竹藤ですね。竹にしましょうか。いや、このレザレクションズも終わりますね。はい。あの、もう一本僕の方で撮りますんで、新しいシリーズ始まるんでね。そう。うん。まあね、あの、正直、なんだ。その、日本の国はね、もう、僕は、まあ、国に頼、頼、頼 うん、国に頼る、頼れないですよね。まあ自分の力をやっぱ、その、まあしょうが、しょうがないって言ったらあれなんですけど、まあ自分の稼ぐ力は最低持ってた方がいいと思いますけどね。国が助けて、まあ本来であるならばね、その勉強したいっていう人をこう援助する、国が援助してあげる、 っってていいいいうのはうーんあってもいいはあもずじゃないですかでもそれじゃなくて借金を背負わせるっていうかまあ実際僕もね奨学金借りる大学の時に奨学金借りるっていうふうになったんですよだけど、あのー、僕は借りれなかったんですよねなんかその利子付きだったらか、あのー、いけるよって言われてなんかその頭が偏差値が足りなくて 無利子のやつは借りれなくて。で、利子があるん、利子があってもいいんだったら、あの、稼ぎようって言われたんですけど、いや、利子かきついなと思って、僕は借りなかったんですよ。で、バイトを頑張りました。そう、僕は、まあ、あの、あん時ね、もし僕は頭良くてね、まあ、無利子ですけど、借りてたかもしれないですよね。うーん。そう。 まあ、無利子なんで、まあね、無利子だったら、まあ、ね、利子はないですから、まあ、まあ、あれっちゃあれなんですけど。まあ、子付きっていうね、あれがありますからね。<laughs> うん。なんか、例えば、その、お金貸して学業の、そのお金を貸す理由が学業のためじゃないですか。 だからその学業を頑張って何かの成績を収めるとか何かがどうなるとかなった場合は、それの半分免除されるとかね、全額免除されるみたいなやつがあった、ってもいいと思うんですよね。あの、まあ、学費を借りるっていう手でで学費を借りたんだけど、なんかその遊びに使っててね、あの、大学も行ってなかったりとか、あの、単位を落としてるとか、それはまあ、それは使い方が違うからちゃんと返してねってなるかも、それはいいと思うんですよ。 ただ、ちゃんとその目的のためにお金を借りて、で、しっかり勉強して、なんか学位とかなんかしっかり取ってるんだったら、それはなんか免除されるみたいな、なんかそういうのはあるといいんじゃないですかね。うん。でも、社会人になってから借金って結構きついですよね。だから僕、あの時借りてなくてよかったなと思いますね。借りてたらもう4何百万の借金背負った状態で、なんだ。あれですからね。社会人ですからね。 うんそうあら。まあ、よかったなと思いますけど。うんはい。ということで、はい、このリザレクション c 図はこれで終わりたいと思います。また次、よろしくお願いします。っていうか。